ボディジャックは、日本のコピーライター三岡志郎の賞状作でもある、小説。幸福の科学ユートピア文学賞2005年第1回、受賞作品。2006年5月に単行本による発刊。2008年10月に、倉谷選挙監督、高橋和也、柴田光太郎を主演で映画化された。元学生運動家、中年コピーライターの主人公は、ある日、 幕末の侍の霊に取り憑かれてしまう。その霊は、竹市半平太と知り、成仏できずに悪霊となって人間に取り取り付いては、殺傷事件を繰り返していた、同志、岡大蔵を成仏させて、あの世に連れ戻すために、主人公の体に憑依したのである。仕方なく協力させられることになった、主人公の家族に襲いかかる悪霊、危機一発のところで、坂本龍馬が降臨。 坂本龍馬の説教に、やがて、岡大蔵は改心していく。そして、幕末の志士たちがあの世に旅立つ日、坂本龍馬から、ペンでも革命が起こせるぜよと主人公を励ます。三岡志郎による同名の諸女小説を原作に、藤岡美代が脚本家。親父日本、親父東京推薦。東京大田区にある、絹香大森で2008年10月25日に、 初上映の後、約1年間全国の映画館で、リレー上映が続き、DVD メディアが発売された後でも上映は続いた。ボディジャック幸福の科学出版より、ボディジャック映画公式サイトより映画、ボディジャック千葉劇場ほか、地方劇場が続々決定。ありがとうございます。